お姉ちゃんがいなかったらもう絶対ありえなかったので全部思いっきり頑張っちゃいそうだもんね細胞レベルでって言われたとここじゃ俺レギュラー無理だこの人に負けるかっていうよりはもう自分をこう高めるしかないえ続いてのテーマが「生涯のライバルは?」と。 いうことで、はい、お話を伺っていきたいんですけれどもこれがあのもちろん同じ競技の中でも構いませんし全く別のところでも構わないんですけれどもこの人いいライバル関係にあるなっていう方がどんな方なのか難しいさっきも言ったんですけど私結構一生懸命なりすぎるのでそれでこう周りが見えなくなってしまうっていうところがあって。 んんででで、すすけど、私のの姉って真逆の人なんですよ。でずっとトリノオリンピックに出るまで高校3年生でトリノオリンピックに出るまで姉に負け続け続てたんですよね。なので私がそのオリンピアンとして成長するにあたってお姉ちゃんがいなかったらもう絶対ありえなかったのでうそういう意味ではこうずっと勝手にライバルしでも姉は私のことライバル視してないと思うんですけどうそういうタイプじゃないので。 でも、私にとってはずっと私を引き上げてくれる人で私じゃないものを持ったなんか優雅じゃないですけど。 こう一生懸命じゃない <laughs> もっとリラックスして生きてる感じで <laughs> <え>勝手に憧れててやっぱずっと自分を引き上げてくれた人っていうのはありますかね具体的にこうお姉様とこうやり取りしている中でこういう言葉印象に残ってるとかこういう姿が自分にとって刺激になったなとかそういうところってもね私生活からずっと一緒なのでいろいろあると思うんですけど何かこうこれが私を変えたみたいなのってありますか 私あのソチオリンピックの時に右膝怪我して、うん、だけどやっぱりやれるところまでやりたいって言って、うん、あのソチオリンピック目指してやったんですけどその時に姉も前十字靭帯損傷っていう怪我を経験してる中で声をかけてくれたのが「私やったら無理やけど美紀ちゃん 作ってるのって全部伊藤美紀の性格持った細胞やと思ったらいけるかもねって言われたのがなんて面白い発言なんだろうと思ってなんか全部思いっきり頑張っちゃいそうだもんね細胞レベルでって言われた時になんかその何て言うかどう 思いいながらなんか面白い人だなっていうか <laughs> そうやって見てるんだなっていうふうにはい思っていつもなそういう意味では社に構えた状態で少しなんか後押ししてくれるみたいな存在なのでやっぱり姉と一緒に叶えたあの競技人生だったんだろうなっていうところはすごく大きいですね。 超えられないと思う伊藤さんの中でもずっとお姉さんというのはずっとずっと。 尊敬するそうですねこの人なしででではっていう存在でいらっしゃるですね,そうですね毎日ずっと連絡を取るっていうわけではないんですけど、うん、こうポイントで必ずなんかふわっと包んでくれるようなういい存在ですよ、ね、い感じ私が頑張りすぎてたりとかすると「ぽいぽい」みたいな,なんかううーんこうぐってなってるとえなんかすごいそれって変だねみたいなのをかさら くれる感じのところがあって、<ー>それでこう肩の力が抜けたりとか。あ,<ー>ありがたいな。<ー>ちなみにあの妹さんとはちょっと年が離れて6、六、はい、つ。あ、そうですね。妹はさらに私より頑張るので。そうですね。姉 <laughs> の気持ちも分かります。<ー>ああ、言いたくなるな。え、<laughs> <laughs> 妹さんにこう直接いろいろ、ま指導というか、そういう声をかけられたりとかも。あります。 結構やっぱ6歳離れてたので言ってたんですけどそれがあんまり良くないんじゃないかなって思う時期があって姉の言葉って重いので私の方が競技成績出してたりとかすると聞かざるを得なかったりするから狭めるじゃないですか選択肢を。でそれ良くないなと思って言わないようにしたりでも気になるなっていうなんかこの距離感がやっぱり姉の立場になるとすごく難しくてそういう面でも私の姉は。 もうめちゃくちゃゃくすごいなと思ってうこう、私が声かけないと基本的には近づいてこないので頑張ってるからってこう一歩引いてるんですけど私は一歩引くことがなかなか難しかったから妹に関しては未だにこう言いたいけど <laughs> 気になるなみたいなのをずっとやってるところも踏まえると姉がやっぱり偉大だなと思います。 理想のお姉さんという受けてるんですけどね。<laughs> <laughs> 坪井さんは思ってましたか？ね、<laughs> もう本当にこれいつも思うんですけど、高校 PL 学園で大学青山学園に入って、はい、はい、でその後に東芝野球部入ってプロ入ったんですよ。はい、その入るたんびに、わここじゃ俺レギュラー無理だっていつも思うんですよ毎回ね。<ー>すごい人がやっぱ PL も青学も入っていてたので、はい。 こレギュラー俺無理やんこんなメンバーでっていうのが毎年毎年っていうか毎回思うんですよでプロに入ったらプロに入ったらでもうセンター新庄さんがいてみたいなでライトに檜山さんがいてレフトにパウエルさんっていう当時首位打者2年連続で取った外国の方がいていやいや無理やんっていう感じだったのでこの人に負けるかっていうよりはもう試合出るにはもう自分をこう高めるしかないっていう感覚ですかねそその幼少期のその期に構えた感じで あいいいつに負けるかっていうのもないんですよ<う>とにかくもう自分を高めるためにあれしようこれしようこういうトレーニングしようああいう練習しようっていうのをまあ考えてやってましたね。思いう意味ではかといってその野球以外の友達もいっぱいいますけど、うん、あいつに負けたくないともないですし<ー>別に負けてもいいし。 <laughs> って思います何か,っていうか自分のペースでずっと作っていくっていう、うんまあ、マイペースはマイペースだと思いますけどね、うん、人はなかなか変えれないから、うん、対人っていうよりはもう対自分でいいのかなっていう気はしますけどね。うん、常には自分を高めていくためにどうするかっていうことですよね。うん、そのこうご自身を高めていくにあたってこうまあ指導者の方とか含めてこの方の影響が大きかったなっていうのとかってありますか PL 学園で言えば中村監督であったりはすごいこういろんなことを教えていただきましたしまあその監督はね大学もそうですし社会人もそうですし、うん。 いいろんなことを教えてたただきましたけどねちょっとライバルというところとは離れて、まあ、その交友関係というかそういった面でちょっとお話を伺うと坪井さんはあの野球界で仲のいい方こういう関係の深い方というと。仲のいいあんまりね野球界ご飯食べに行こうとならないというかうん、えー、そうなんですね、はい、好きな先輩とか尊敬できる先輩はいますよもちろん。 いますけどもそういう先輩は逆にじゃあご飯食べに行きましょうってなんか言いづらいというか、うん、まあ一郎選手だとか同級生ですし、はい、ご飯食べることも、ね、アメリカから帰ってきて1年に1回食べたりはしますけど、うん、なんかあんまり野球関係とプライベートを共にすることがなないいかもしれないですね、うんえー、どっちかといえばこう先輩に連れてってっっもらう感じであったり先ほどその尊敬している方はというお話出てましたけれども具体的にこう名前を挙げると。 どんんな方がいらっしゃるんですか PL の先輩のね、もうなんかこう、節目節目には、片岡さんって、今、中日の二軍監督されるけど、片岡さんにはまあ連絡させてもらったり、はい、まあ大学ではえばさんとか、今、ソフトバンクにいらっしゃいますけど、何人かいますよ、昨日も会ってたんですけど、あの田中幸雄さんも僕大好きな先輩で、尊敬できる先輩ですね。 今じゃあ現役を退いた今でもこういう関係のある方というとあんまりこうじゃ頻繁にご飯に行く方とかっていうのはいな,いいないですね。ない。なんか野球の話になるじゃないですか。あんまり野球の話なんか苦手なんですよね。あ、あれですか。もう完全にプライベートではあんまり話したくない。僕ははい。でもやっぱりこうそういう話になるじゃないですか。どうしてもね。んそなんかちょっとしんどくなってくるというか。じゃあ全く関係ない方とこうお話しされてた方がリラックスできる。うん 日本ハムのあの新庄監督は、はい、プライベートで野球の話をすることが禁止なんですよあ、そうなんですね、はい、でだ誰かが野球の話をポッと出すといやいやいやみたいな,、えー、な下ネタやめてみたいな <laughs> <laughs> 下ネタじゃないです <laughs> だからこの周りご飯食べに行く周りの人間はもうみんなそういうメンバーです、はい、分かれるんですよもうがっつり野球の話で熱くなるメンバーとー野球の話やめようよっていうメンバーと分かりますね今あの新庄さんは日本ハムはい。 監督でいらっっしゃって坪井さんも、えー、と北海道の独立リーグで監督されていらっしゃいますけれども、はい、そのお立場になられてからってお二人で会われたりとかやっぱり NPB 側がやっぱコロナの影響でなかなかこう外出ができないなるほど連絡は取り合ったりするんですけど<ー>じゃあ飯行きましょうよとかちょっとあの石狩市のチームなんですけど<ー>その石狩にちょっと力貸してくださいよっていうのはなかなかちょっとできない。 ね、なかこう連絡取り合う中でそういう監督いや監督としての野球論というかそういうお話されたりとかも今のところはないですか。いないですね。もう監督になったまあ去年ですよね。はい、監督になった時にいや実は監督することになりましたって連絡したらあのまあなんかできることをやるよ、うん、何でもやるから言ってくれよって言ってくれたんですけどやっぱこっち側がちょっとやっぱ気使うというか頼めないですね<ー>そこはね。でもまだあれですもんねチームもあの石狩のチームも割と立ち上がって ですもん、ねはい、そうでも、ねねうん、今後ね、まあ、コロナも落ち着いてきて何かこうこう交流が生まれてくるとねすごく野球ファンとしても北海道民の皆さんもきっと盛り上がるんじゃないかと思いますがその時はぜひ、ね、お二人の交流も楽しみに。はいはい